Albert Einstein wrote as follows The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery every day. Never lose a holy curiosity. アインシュタインはこう書いています。大切なことは問うことをやめないことだ。好奇心はそれ自体に存在価値がある。永遠についての謎、生命についての謎、そして現実の驚くべき構造についての謎を考えるとき、人は異形の念を 感じざるを得ない。毎日その謎をほんの少しだけ理解するだけで十分なのだ。決して神聖な好奇心を失ってはいけない。広島市浜松町 Japan では皆さんをですねペルー北部のチャンチャン遺跡へ案内いたします。このチャンチャン 遺跡でですね、私は大変重要な意味を持つ像を発見しました。まあ、それを説明する前にですね、まず皆さんにチャンチャン遺跡を見ていただきたいと思います。これがチャンチャン遺跡です。まあ、広大な、って言いますか、60万人近い人が一時は住んでいたとも言われています。チャンチャン遺跡です。で、こうして、まあ、岩をですね、加工した 遺跡が残っているというわけです。大変精緻な遺跡であることが分かります。一見するとね、なんとなくこうコンクリートで、コンクリートをね、固めて作ったように見えますけども、そんなものは当時はありませんでしたね。ともかくもこれがちゃんちゃん遺跡です。まあこうして岩をですね、くり抜いてこうした遺跡が作られているということです。そしてそれが現在に残っているということですね。まあ こうした事実をですね、どう受け入れるかというよりも、どう、まあこうした遺跡についてですね、考え続けるか、もっと言えば、アインシュタインが言ったように、問い続けるかということになるのではないでしょうか。なぜ、どうして、何のために、というふうにですね、まあ普通、住居、あと住居のためであるならば、ここまでは手を加えませんよね。まあ、ともかくもこれが、 ちゃんちゃん遺跡だということです。この下半身が蛇だというところにもちょっと注意してくださいね。まあそれはあの、今回は触れませんでした。ちゃんちゃん遺跡です。で、この像なんですね。まあこれについての検証はもう少し後でしますけども、この像を見たときに私はやはりドキッとしました。これがまあちゃんちゃん遺跡の神ということになるわけですね。まあその証明ももう少し後でします。まさに神です。 ナスカ理論によって簡単に説明します。このチャンチャン遺跡からナスカに線を引いてみます。するとナスカには線があります。この左上から引いてきた線が、これがチャンチャン遺跡から引いてきた線です。そして滑走路があります。ただ、この滑走路はですね、やや曖昧と言いますかあの、線は重なるんですけどもね、やや何本かあるような感じの曖昧な滑走路で,滑走路です。なぜか、どうしてかということなんですね。 で、今この黄色い線は、ちゃんちゃん遺跡から引いてきた線です。このラインですね、滑走路です。糸経路はここに示しておきます。なぜこの、まあ、ちゃんちゃん遺跡からのラインはですね、はっきりしないかっていうことになりますと、それは反対に考えてみればわかるんですね。これが、ペルー北部です。 ほとんど、えー、エクアドルに近いところですね。そこの赤いところがチャンチャン遺跡。そしてここにウツスコがあります。このウツスコの検証も以前いたしました。そしてこれがシカンですね。このシカンの検証もしました。で、もう一つですね、忘れていけないのがシパンです。ここでは、まあいろ、まあ、いろんなものが発掘されています。で、この黄色い線がですね、ナスカラインなんですね。 で、このラスカラインの上に、チャンチャン遺跡、それからシカン、シパンが重なっているということです。ですから、一本の仮想路でこの三つの箇所を示しているんじゃないかと思います。そこで注意していただきたいのがですね、この、まあ、アーティファクトの目が青いということです。ここが一つの今日のポイントということになります。それで、このチャンチャン遺跡のこの、まあ、神様はですね、肌が白いですね。まあ、こ,この肌の白い神様が残っているのは、私が知る限りこのチャンチャン遺跡だけということになります。 あ,あの、彫刻でね、あるいはリリーフでね。で、この目はね、よく見ますと、なんとなく青く見えますね。右の、その、ちゃんちゃん遺跡の、像、まあのですね。なんとなくです。そこでよく似た像がですね、中国の三星体にあります。これは歯間ですね。今、先ほど言いました、歯間です。右が、三星体の、えー、アーティファクトです。で、この二つを比べていただきますと、大変よく似ていると言いますか、同じということはわかりますね。金で、まあ、 ききあの基礎を作りそして、耳が大きくて長いということ。そして、特に目を見ていただきたいと思います。ら、えー、がった目。それからあの、そして、コバルトブルーのね、綺麗な目をしているということです。まあ、この、士観で、まあの、チャンチャン遺跡のね、すぐ近くの士観でこのような像が見つかった。それからあの、インカの像でこのようなタップは、みんな目が青いですけどもね。この目が青いというところに注意してください。で、一番右がアステカです。 メキシコのアステカです。みんなこのコバルトブルーの美しい目をしています。なあち、これら、まあ、3者はですね、同じ神と私は考えています。で、トゥリンギットのインディアンについて、まあ、ちょっと説明しておきます。これはマタベイさんという方がね、教えてくださったんですけども、このトゥリンギットのこの円筒、まあ、印象ですね、このくるくると回してインに使うんですけども、この下の方にエイリアンらしき人が描かれています。目がつり上がっています。で、アステカ,アステカの神、えー、も目がつり上がっています。 ということなんで、すねで。アステカの神様をずっと集めていましたけども、目がつり上がっている。まあ、色は塗ってあるのとないのとありますけども、基本的には目がつり上がっているわけですね。共通してはね。共通しては、ああの目がつり上がって,るっている点が、まあ、共通しているということです。で、このように、まあ、アステカでも、まあ、同じようなものが見つかっているということですね。で、こなぜトゥリンギットを、まあ、まさんが教えてくださったかと言いますと、このトゥリンギットの ウアルムは、いわゆる北米インディアンですけども、との文化と日本の北海道の中心とするアイヌ民族との、もっと言えば縄文人との共通点が大変多いということです。で、右がアステカの、まあ、アーティファクトです。そしてそれは、まあ私たちがグレーと呼んでいるエイリアンの目と大変よく似ているということですね。このグレーはサンシェルターの、あーまあなってますかね、あのー、 膜をですね、目に貼り付けてますね。これがトゥリンギットのある位置ですけども、カナダの故郷と接します。これトゥリンギット族です。見てわかるように、日本人と顔が区別をつかないってわけですね。そして、ここですね、日本のアイヌとは文化的共通面が多く、あまあ、表敬訪問を毎年繰り返していると。で、アイヌピーポーですね。それでトゥリンギット族。 ここがトゥリンギットという場所ですね。そして左がアイヌ。で、右がアステカタになりますけども、距離はほとんど同じなんですね。で、中央にトゥリンギットの遠筒印象がある。それからアイヌ。アステカと、まあ、同じように並んでるってことですね。これはのほぼ一直線と私は考えています、まあ。ともかくもこのような関係にあるわけです。そして目が青いということですね。そして、まあ、エイリアンであるということです。で、今言いましたように、ここに北米インディアン。 がいるわけですねですから、まあえー、右下はこれ、インカのペルーのインカで,インカですね。左上があの、いわゆるスウェーデンで、えー、とノルウェーで見つかったあのブローチです。で中央がトゥリンギット族の円筒、えーまあ、印象ですね。そして、まあ、三世帯。そして左、一番左がこれ、エジプトの壁画です。で、アステカと。 ここういういとなんで、すねで。目が青いと。共通して目が青いということですね、えー。目が青くて金髪の,その人種がこの地球に生まれたのは今からたった8000年前だそうですね。で、ここで注意していただきたいのは、ここで白い皮膚,がで皮膚いますか、ね、白人が出てきたということです。そういう意味で、このチャンチャン遺跡のあいわゆるまあアーティファクトにおいてはですね、このいわゆる肌の白さを 表現したものがあるという点で私は注目しました。で、ミトラと比較しています。で、ミトラとこのチャンチャン遺跡のこの像との共通点はですね、7本の光線を持っているという点です。で、ミトラはあのノルティックですね。その照明も少,少し前にしました。なあち7本の光線であり、そして肌が白いと。 で、目の色も青かったと考えています。その七本の光線は現在、自由の像の七本の光線へとつながっています。ミトラから、そして、まあ、長い歴史を経て、フリーメイソンとつながっていく、そのフリーメイソンがアメリカに送った像ということになります。で、もう一つ共通点があります。尺なんですね。棒なんです。これは真剣を表す棒です。神であるということを表す棒なんですね。尺です。 で、この尺をですね、今、一番左のミトロンが代行して持っています。一番右にいるのがアフラマザー。そして中央が王ですね。大体中王を中央に書きます。そして、えー、アフラマザーが王権ですね。これはリボンのついた王権を今渡しているところです。こここの地方を前に支配させるぞという、まあ、そのシンボル的なアイテムですね。そしてそれがチャンチャン遺跡の壁画にも描かれています。中国語をご覧ください。こうして、まあ、ペルシャと、そして、えー、南米とがつながるということです。 チャンチャン遺跡のオウムですね。頭の後ろに、えー、そのリボン付きのリングをつけていると考えられます。で、アフラマズダ、一番左のがミトラですけども、このミトラが持っている尺、棒に注意してください。日本では不動明王がこの尺を持っていますね。まあ、日本ではあの不動明王というのはエンディルです。で、こうして最後を比べてみてください。尺を持っている。こうして共通,点がつなが共通点がつながっていくわけです。ミトラと、それからチャンチャン遺跡のカビ、まあ、ですよね。 隣のおじいちゃんやお兄ちゃんは掘りませんのでね、誰だってそうでしょ神様を掘ります。そして一番右がアフラマザーです。皆尺。なあ真神剣、神。私は神であるということを表す神剣の尺を持っています。そして並べてみてください。えー、左がちゃんちゃん遺跡の神様。中央がメトラ。そして右が、銃の像ですね。そして下が、レリーフですけども、この、 この中に描かれているミトラが代行してその神剣を、の棒を持っています。ミトラですね。そして、えー、その光線が一番左は7本、7っていう、まあ、えー、ミトラの、えー、筆数学が織り込まれているということになります。で、もう一つこの、えー、北部、ペルーを、ペルー北部を見ていただきたい。ここに、ちゃんちゃん遺跡。そして、えー、まあ、この、 歯官、それから死官がここに繋がっていると。そしてそれがほぼ一直線上にあるということですね。まあこうしたあの遺跡が並ぶということは、ライン理論では珍しくありません。ラインテリトリー理論というを私は発表しています。まあそして、この、ここにはミトラがいた。その可能性が大変高いということですね。まあミトラがいたと言って考えても間違いないのではないでしょうか。今はまだね、あーややファンタジーっぽい仮説の段階ですけども、私は次のように考えます。 つまりこの辺りには神々が入れ替わり立ち替わりやってきていた。ミトラもその中の一人であった。そしてその痕跡がペルー周辺に石組みとして残っているということです。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about petroglyphs of the Parcas culture in Peru. Petroglyphs of the Parcas culture, probably made between 500 and 400 BCE, Important Andean society between approximately 800 BCE and 100 BCE with an extensive knowledge of irrigation and water management. The people in Parcas left very strange petroglyphs of people on a hill, and about those people on a hill, no one knows who they are and where they are from. No one Except me, 広林ハママ City Japan。ナスカ平原のグランドクロスの北西13.5キロの丘の上に奇妙な線画があります。紀元前500年から400年頃に描かれた線画と言われています。人物像ですが、それが誰であるのか、どこから来たのか、この私、林博を除いて誰も知りません。今日はその謎の線画について 私の答えをここに示しておきます。私のライン理論及びナスカ理論を応用すれば、その謎は簡単に解くことができます。まず皆さんをナスカへ案内します。この中央やや左より下にあるのがナスカ平原です。ここにグランドクロスと呼ばれている大十字架があります。 長さが10キロ前後ですね。幅が20メートルから40メートルの線です。この中心点から、この地図ではやや右寄りのところに、13.5キロのところに、その線画があります。丘の上にやはり描かれています。その線画をまず見ていただきますけれども、これが何であるのか、まあ、誰であるのか、どこから来たのか、今のところ誰も知りません。 この線画なんですね。で、この謎解きに今日挑戦してみます。これが今の線画のあるあたりの様子です。かなりデコボコしているところに注意してくださいね。そして今見えてきます。この丘なんですね。この丘のこの丸いところにあたりにその線画があります。まあ、こんなところにですね、線画があり、その前に滑走路があるということですね。まあ、林浩氏の名付か理論によれば、 まあ、あの、こうした、まあ、ランドマークはですね、その滑走路の行く方向を示しているということになります。で、ここにその線画があります。で、奇妙な線画なんですね。そしてこれが、下のがですね、あの、現地の写真です。で、ライオンのような絵が描かれているわけですね。そして頭から、頭からですね、長い髪の毛が伸びています。 のようなものが伸びていると今のところは言った方が正しいんでしょうかで、彼らは誰なのかどこから来たのかということなんですね。で、これについての林博士の結論を出しておきたいと思います。まあこれがその線画ですけども、現地では別の名前で呼ばれてるみたいですけども、まあパラカス、 人、文化のね、の、えー、の、まあ、このあたりパラカスって言うんですけどもね、えー、いわゆる超等人間、コンヘッドが、まあ、の骨が発掘されているところです。で、こうしてもう一この絵を見ていただきたいんですけども、これは誰なのか、何の絵なのかということもありますね。で、まあ、林博士のライン理論を使えば、この謎も簡単に解けるということです。で、真ん中に左から二人目に、ま、大きい人、そしてあと三人、 描かれてますね。髪の毛の長い人が。ここに注意してください。では、ナスカ理論、およびライン論で証明します。ナスカ理,理論によれば、近くに滑走路がある。その近くの目的地が、まあ、こうしたランドマークとして表現される。ということになりまして、そ,その近くに一本の滑走路があります。 古い滑走路であり、滑走路であり、まあ少し見にくいんですけどもね、先ほど見ていただきましたように、この辺り結構デコボコしていてね、この辺りにまあラインがあるなんてことは、まあ車の乗ってる人からは見えません、ね。しかし、高い空から見るとそれが見えるわけです。で、これがですね、この上のライン、ええー、が、まああの、まあ滑走路というのは日本の線でできるわけですけども、下のラインがですね、ええー、ストーンヘンジへと向かいます。 で、基地角六点九三あれ、これはかなり正確に出るんですよ。あの、そして、それを伸ばしてますと、ストーンヘンジに行く。これ逆にですね、今度は、ストーンヘンジから、この滑走路に線を引いています。まあ、こうした手法を使うわけですね。大型目安をつけておいて、今度は逆に、先方から、あの、こうした滑走路に線を引きますと、より正確に、このラインの方向がわかるってわけです。で、この黄色い線を見てください。下の線です。この下の線は、まあ、右の方からですね、UK のストーンヘンジから引いてきた線です。ぴったり重なりますね。ということは、このラインは、 UK のストーンヘンジの方を示しているってことになるんですけども、あの、まあ、ストーンヘンジの線は別にありますしね。エイブベリーの線もありますので、どうしてこんなところにストーンヘンジがあるかということなんですよね。おかしいと思われるでしょ。ストーンヘンジの線にしてはまあ、あの、規模が小さいんですよね。で検証しています。そこでもう一度このラインを見ていただきたいんです。右がストーンヘンジですよね。 そして今先ほどの線画とストーンヘンジを繋いだ線がこの地方の黄色い線です。この線を中深く見てください。あの皆さんも座標を示しておきますから点線で繋いでみてください。そうするとですね、寸部の狂いもなくこの山にやってくるわけです。この山にやってきました。標高2810メートルのロライマ山ですね。通称 ギアナ高原と言われているこの山です。この山に寸部のクレもなく新直線下にやってくるわけです。これがギアナ高原です。ロライマ山ですね。まあ現地でも最も神聖な山としてまあ位置づけられています。まあ当然ですね。こうした山なんです。まあギアナ高原ですね。まあ以前調べましたんですけども、このギアナ高原には何かがありますね。 それはあの、今言いましたように、ナスカとストーンヘンジをつないだ新直線下にあるわけですけども、今日、あの、ややずれてたんですけどもね、今日、結びました線画と、えーまあ、ストーンヘンジをつなぎますとね、そのラインはこのギアナ高原す、ね、すなわち、ロライマ山の新、まあ、上を通りますか、ね、新直線下にあるということです。で、調べてみますと、ここに出てきたのが、ペボン族なんですね。 ペモン族。このペモン族の不思議なところはですね、周辺の民族とは顔の、顔の形と輪郭であるとか、あの、肌の皮膚の色が違うんですね。ですから、ま、それはあの、いろいろと議論されているようです。で、これがペモンインディアンです。そのペモンインディアンの、あの、まあ、これあの、ベネズエラの、ま、公式の、いわゆるペモン民族についての記、記記録です。で、この記録を読んでみますと、 大変興味深いことが分かります。これがペモンインディアンズですね。いわゆるギアナ高原の近く。まあ、後方にギアナ高原が見えますね。で、これがペモンインディアンこの周辺に住んでるインディアンです。このペモンインディアンを調べたら、大変興味深いことが分かりました。それがペモン神話です。ペモン神話についても長い記述がしてありますので、まあ、簡単に言いますとですね、まあ、あの、ある時にですね、 あのウェイという、まあ、男というか、ね、太陽、太陽というのは、まあ、あの意味だそうですけども、もウェイという男が、ね、川のそばに行きますと、音がしたと、で見,て見てみると、まあその、ある小さな女性がいたと、で次の日に行ってみたら、またいたんでねあの、まあ捕まえ、捕まえようとしたんですね、その女性というのは大変長い髪の毛を持っていて、それがです、ね、足,に足まで届くようなとても長い髪の毛を持っていたというんですよね。 で、そのウェイがですね、その女性の足を、あ髪の毛を捕まえて捕ま、取って捕まえたんですね。そしたらその女性がですね、どうか私を捕まえないでほしいと代わりに別の女性があなたのところを来るからっていうことで、まあ、その場を逃げたわけです。で、そのウェイがですね、いますと次の日に白い肌の,、まあ、あの女性が来るわけです。で、それ、まあしばらく住む、住む,住むであ、一緒に過ごすんですけども家は行かないと。そしてまあ、 色がね、肌の色が違うということです、次の日に今度はね、黒い肌の色の人が来るわけです。で、3人目に赤い肌の人が来て、まああの、まあ、めでたし、めでたしというような話なんですね。まあ、これはあの、あペモン族の神話です。で、ここに出てくるあの神話の登場全部ですね。髪の毛の長い、えー、女性。そして、太陽という名前の、えー、男。 ですねウェイですね。ウェイというのは太陽という名前だそうです。ですから、ザ・サンと書いてありますね。こうしてその物語が流れていくわけです。それが、あのいわゆるペ,ペモン族の神話ということになります。まあ、ラフな役でああの、ごめんなさいねあの。というようなことが、まあ、ずっと神話で書いてあるんですけども、まあ、あのその女性がですね、その都度肌の色を変えて、そのウェイのところへやってきて、まあ 最後は一緒に過ごすっていう話から、まあ、そのペモン族の神話が、第一話、第一章、第一話が始まるわけです。で、もう一個ここを見ていただきたいですね。足まで届くようなとても長い髪の毛をと。っていうことなんですね。そして、あの、白い肌はあの違和感があったということなんでしょうね。次の日に来たら、今度は黒い肌になっていった。それでも違和感があった。で、3番目に、えー、赤い髪の毛、赤い肌の女性がやってきて、まあ、めでたしめでたしというような話なんですね。 で、検証しています。で、この頭を見てください。長い髪の毛になってますね。これ飾りかなと思ったんですけど、髪の毛と判断するとよくわかりますね。そして長い髪の毛です。下の方まで垂れてるっていうふうに考えるわけですね。そして、この右に、その右に、これは太陽を表す。いわゆるウェイと考えられますあ。顔からですね、光が放ってますね。ですからこれは太陽、すなわちウェイであると。 素直な解釈ですね。そして、えー、この女性、女性でしょうけどもね、これは肌の黒い女性であったと。でそれじゃあ違和感があったので、えー、白、黒、そして今度は赤い肌の女性がやってきて、そして、まあ、ウェイト、太陽とね、太陽という名前のウェイト、めでたし、めでたしということになります。で、結論ということになります。 で、足の、ここが重要なんですね。足まで届くようなとても長い髪の毛を持った小さな女性と書いてあります。ですから、小さいですね。いいですか全部一致するんですよ。長い髪の毛で小さい。そして、ウェイがそれを見てね、太陽という名前の意味をする、太陽の意味をす、太陽という意味ので、ね、ウェイという、まあ、この男がですね、まあ、その女の,子女の子の髪の毛を捕まえる。で、それに対して、私を捕まえないでほしいと言って、そして、まあ、その、次の日に黒い、 肌の人が送ってきて、白、最初は白ですね。白、黒、赤とくるわけですね。そして、めでたし、めでたしということになるわけですね。最初のあの、小さいあの、髪の毛の長い女の子は、女女性ウォーマンはね、女性女の子っていうのも、ウォーマンはね、あの、白い肌をしていたそうです。で、それが、こうした丘の上の線画として描かれたというふうに考えると、とっても素直に解釈できるんですね。ここで登場するのが、まあ、ライン理論ということになります。 が、しかし、皆さんはこれでは満足なさいませんね。では、もう一つだけ事実を今日並べておきますので、えー、ご覧ください。これはですね、やはりその、えー、いわゆるまあ、向こうじゃ、あの、インディアンと言わないで、アメリカンとも言ってますけども、あの、そうした人たちのーアーティファクトがあ見つかりましたので、皆さんに紹介しておきます。この中に出てくる、そのアーティファクトとですね、先ほどの線画と、まあ、どこか似てると言いますかね、コンセプトが、 似てるということです。いかがですかこれが私の、まあ、皆さんに、うん、お届けできる答えということになります。と同時にですね、私のライン理論、並びにナスカ理論の正し,正しさをこうして証明することができました。つまり、そうした二つの理論を応用することによって古代の謎を解くことができるということです。どうかご利用ください。Thank you very much for watching and bye!